やってきましたよと。で、あれですね、これで対馬駅ね、やってきましたよってことで、次の八雲方面は、この一の目行きが出てた後に、こっちの方面に来るみたいな。こっちにやってきたのは、平吉田行きですね。そのまま、平吉田まで各駅で行くんや。なかなかえぐいですね。で、26分まで時間があるんで、ちょっと対馬駅で時間潰しましょうか。対馬駅は見ての通りの1面2線の駅でね。で、こっちで美佐線一宮の方面に行くと、こっち側は、そのまま通しで平吉田に抜けていく。八富と平吉田の方面ね、八富か津ヶ口の方面とかね、こっちの方が行きますよって言ってますよと。そこに快活クラブあったな、そういや。ちょっと汗を流したい気もしますけど、まあ電車の本数もありますから、そのまま待ちましょう。で、一宮駅に行く先、乗ってきた電車がここから折り返しまた一宮に行きますよというような案内ですね。で、対馬ゆったんだよな。車だったら全然あれですよ。まあ徒歩15分だからね、全然行けん距離ではないんですけど、いやーちょっと八富方面は30分の方向かな。それぐらいで撮る。八富方面は1時間4分、平日だったら結構多いんですね。特急、最寄り系の特急なんても来るんですね。1時間4本だけですけど。で、池の名駅が出発してて、さっきね、ちょっと暗くて分かりにくかったですけど、途中のからね、駅の方から合流してきとった、線路の方から今度対馬、八富駅がやってくるよというような塩梅ですね。で、北吉田駅は先にあの若い人通った方面ね、あっちの方に入ってくよといったような感じですね。ちょっと下降りてみます。6分ぐらい時間はあるから、ちょっとちらっと下見てみましょうか。ここ、そんなに低くないよね。昔は駅のすぐ近くに吉地あったりしましたけど、北テラスってなって、ちょっと北側に出ましたからね。車だったら全然苦じゃない距離なんですけど、ちょっと歩くってなると、ちょっと、あるかなっていう距離になりましたからね。まあその代わり綺麗ですけどね、あの吉津屋の北テラス、ショッピングモール的な感じですよね。小型のショッピングモールって呼んでていいのかな、あの感じだと。テラスって感じ、ショッピングテラスって感じかな。で、降りたら、あ、ファミリーマートはあるんだね。こんな感じ。もうすぐ外に出て、タクシー乗り場とかもあってっていうような、まあシンプルな構造ですよね。対馬駅前じゃないです、対馬駅店なんやね。で、エスカレーターはなくてって感じですね。なるほどな。友人駅なんだ。あ、キニさんおられる駅なんやね。で、奥にバス乗り場があって、結構いろんな方面に来ますよってなってますよという感じですね。ボタンを押してください。奥の方へお進みください。ドアが閉まります。ここはこっちとこっちなんや。へえ、面白いですね。駅のホームのエレベーターこのボタンを押してね。ナショナルオフィス。開くドアが変わります。ナショナルオフィスっていう言い方する人はもう古い人間か。昔はそういう名前でしたよね。改札へ参ります。
確か最初は東洋オーティスで、そこからナショナルオーティスになって、で今は日本オーティスか、ね、ありますかね。あ、これなんか日の丸タクシー、よく見たらこれ日の丸タクシーじゃなくて日の丸タクシーなんですね。伸ばし棒はないんですね。26本あればもう一つに来るはずだね。四両編成で来るんや。まもなく一番線に電車が参ります。黄色い線までお下げください。夜行日記普通です。次の佐賀五の山に止まります。